どうもプナナです。本日はディズニー公式レシピに掲載されている雑煮あんを作っていきます。ほうれん草、里芋、むきえびは業務スーパーで売っているものを使いましたので、ほうれん草、里芋の処理がめんどくさいと思う方は是非参考にしてみてください。鶏肉に塩を振り、オーブントースターで焼いていきます。ちなみにオーブントースターはパナソニックのビストロを使っています。すごくお気に入りのトースターだったので、また別の動画でご紹介します。温度、焼き時間については料理研究家のリュウジさんのレシピを参考にしました。200度23分で焼き色をつけていきます。続いて人参を輪切りにし、ミッキー型で型抜きをしていくとありますが、どうも人参の大きさに合う型抜きがありませんでした。そこで断念して、今回人参は星型に抜いていくことにします。こちらが私が今持っているミッキーの型抜きになるんですけども、人参を輪切りにしたサイズとは合わないです。なので今回はかまぼこのピンクの部分で型を抜けないか挑戦していきました。めんどくさいところではありますが、このピンクの皮の部分だけうまく剥がしていきます。うまく外すことができました。それでは早速ミッキーの型で抜いていきます。もともと公式レシピにはかまぼこは分量に入っていませんでしたが、かまぼこはおせち料理にも入っているので、今回の雑煮あんにはすごく相性がいいと考えています。ピンクの彩りも可愛いので是非入れてみてください。うまくミッキー型にもかまぼこをくりぬくことができました。そうこうしているうちに鶏肉が焼けました。少し焼き色は甘いですが、これ以上するとパサパサになりそうなので、私はこの辺でやめました。鍋に水、塩、鰹だしの素を入れて火にかけ、煮立ったら薄口醤油を半量加えて一旦火を止めていきます。今回薄口醤油が切れていたので、濃い口醤油に塩を加えて薄口醤油の代用としています。鶏肉と人参を加えて弱火で15分煮ていきます。具を取り出してキッチンペーパーを重ねたざるでこしていきます。私はざるを持っていなかったので粉ふるいでやっていきました。ただ全然こすことができず、味噌こしでこすのもどうかと思いつきました。味噌こしだと取っ手がついているのでやけどする心配もなく、上手にこすことができました。そしたら汁を鍋に戻し入れて、再び火にかけていきます。温まったら残りの薄口醤油を入れて火を止めていきます。それでは盛り付けていきます。まずは焼いた餅をのせて、鶏肉、里芋、ほうれん草などをのせていきます。里芋とほうれん草、そしてむきえびについてはそれぞれレンジで2分から3分ほど加熱をしました。もともと業務スーパーですでに処理されているものなので、加熱すれば使えるのがすごく簡単ですよね。かまぼこは大きくなかなか盛り付けずに苦戦しました。最後に汁をお玉2杯分ぐらい入れたら完成です。出来上がりました。ミッキー型のかまぼこがあるだけでディズニー感が増したかなと思っています。いつものお雑煮が飽きたかなと思った方はぜひ作ってみてください。来年はこのお雑煮にチャレンジしようかなと思った方は、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。